この世界が生きづらいなら異世界で生きればいい。そんなことが書かれた怪しげなネットゲームを見つけた少年道夫。この世に絶望していた道夫は誘われるようにゲームをやり始める。世界観の設定やキャラメイクを終えた道夫を待っていたのは、自らのことなど誰も知る者がいない本物の異世界だった。テレビアニメーション異世界迷宮でハーレムをご覧の時間から放送開始です。さよなら僕を今日まで支え続けてくれた人、さよなら今でも誰よりその音を待っている人が必要としている人がいます。